こんばんは、チータンです。今週は先週に引き続き日本科学未来館で最先端の技術をお勉強です。それでは始まり始まり。先週はアシモや重心を傾けるだけで動く乗り物などを体験した仮面女子とスリジエ、上の階に上がるスロープを歩いていると、何やらいろんな人たちの写真が貼ってありました。宇宙に行った人、宇宙に行った人一覧。若田さん、これ多分日本人、あ、USA って書いてある。あ、ジャパン。向井さん。宇宙に行った人たちの中にロボットの写真も混ざっています。キロボ、キロボ、あっちじゃん。すごい、すごい。このロボットはね、宇宙飛行士をね、皆さんに持ってったよ。え、代わりに働いてくれる。起こしてくれるロボットがいいです。朝目覚ましロボットがいいです。続いては100億人でサバイバル。この大きな模型は地震や感染病など人間が抱えるリスクがどのように広がっているかを表しています。今で言ったらインフルエンザですか。そうですね、インフルエンザです。インフルエンザかかったことありますか。あります。あります。すごい、私かかったことないんです。超人。すごい。いやいやいや、日本って火山がとても多い国なんですよ。火山って噴火する周期があって、はい、そうか、一番間になんだか、すごい災害がたくさん起こってしまいました。日本でも火山の噴火や大きな地震がありましたので、いろいろと考えさせられますね。そして最後にやってきたのはこちら。なんかいるんですけど、すごい、モムとピクピクしてる。アンドロイドと会話をしてみましょう。今から何をやるんですか。はい、ではですね、こちらの大人ライドという仲間、アンドロイドなんですけれども、ここでできる体験は実際に大人ライドと話す体験なんです、おいくつですか。女性なのにいきなりそんな質問されるから。やっぱり女性だけ。さっき30ってありましたね。ゼロいりません。3歳。私3歳なんです。絶対嘘。2代目ですよ。男の子いますか。好きな男の子ですか。私ずっとここに座っているだけなので、たくさんの男性見てはいるんですけど、あっという間に別れてしまうんですね。このアンドロイド、なかなかの強敵です。マジマンジ。マジマンジって何ですか。どんな時に使うんですか、その言葉は。もう意味はないみたいな。意味がない。イエーイみたいな時にマンジ。楽しい時にやる感じですかね。いきますよ。はい、はい、マジマンジ。こんな感じですか。いい感じ。マジマンジおしとやかなマジマンジで、近い将来ロボットと一緒に暮らす時代が来るかもしれませんね。カワウソのアンドロイドはさすがにまだいませんよね。それではまた来週。乗り越えるべき壁がある。忘れられない青春がある。そして確かな絆がある。